学で中国語を勉強していた大貫さんが昭和17年繰り上げ卒業し陸軍に入隊しました。翌年に特捜の1期生になり戦闘機のパイロットに選ばれます。昭和19年10月、大貫さんが同期生とともに上官から呼び出されます。特攻隊を希望するかどうかを問われたのです。戦闘機というのはね、空中戦やって敵を落とすのが目的である。爆弾を吸ってね、爆弾を持って船に突っ込むということは今まで聞いたこともないし、ね、こんなことをとても誰が考えたか知らないけども、そこまで今突っ張ってるならまあしょうがないじゃないかと思い切って志願しましょうと。だから熱望する、希望する、希望しないと、これ3つどれか選んで書いて出せと。どうするってまあ希望しないと書くわけいかないから、お前らで命欲しいかと、軍人の人しかもと言われるのも分かってますからね、絶対書けないと。で希望する、いやいやながら希望したってまた嫌だから熱望する。2ヶ月の特攻訓練を終えた大貫さんが特攻隊の基地治安飛行場に降り立ちました。昭和20年4月1日、まさに米軍が沖縄に上陸を始めたその日でした。しかし治安では飛行機の準備が進んでいませんでした。整備が整ったものから次々と飛び立たせるという状況でした。大貫さんの出撃は4月3日と決められました。そして現地の司令官から言い渡されます。お前たちはすでに神様だ、絶対生還してはならん。死ぬことに対して怖いと思わなかったですね。ただ権力でね、命令と権力ですからね、お前なんか何しないと命令を決められるというのは、それにはやっぱり我々抵抗ありましたね。お前なんか何しないなんて言われて、ね、ああそうですかと、無条件にやっぱりね、僕ら命令でもね、やっぱり、ね、反発も言ったけど口は出せませんよ、私は嫌ですなんて言いませんけど、あれはものすごく抵抗ありましたね。この文書の持ち主は倉沢清忠少佐、陸軍の沖縄特攻作戦を取り仕切る福岡にあった第6航空軍の参謀です。陸軍航空士官学校から陸軍大学校を出た倉沢さんは特攻隊の作戦を担当していました。日本軍から起死回生の策とされた特攻作戦、参加した特攻隊員たちは軍神と呼ばれ、大本営は彼らの活躍を世間に向けて大きく報じます。倉沢参謀も出撃する隊員を美談にまとめ上げていました。戦果を上げ死んだことになっている軍神たち、生きて帰ってくるなど倉沢参謀にとって全くの想定外でした。私の立場はね、特攻隊がみんな行ってみんな突っ込んでくれるという前提で仕事をしてたんだよ。だから私の方ではね、もうそんなにたくさん帰ってくるとはね、夢考えなかったです。帰ってきてみんなに言わない方がいいわけですよね。なるほど。俺は途中で帰ってきちゃう。だってもうだんだん人が増えてね、30名50名になるから。隊員が戻ってきていることが他の隊員に知られると士気に影響する。また一般に知られると大本営の発表に対して疑いが持たれるようになる。倉沢参謀は急遽司令部の横にあった女子校の寮を接収、特攻隊員を隔離する施設を作ることにしました。そこは新部寮と名付けられました。外出は厳しく禁じられ、特攻隊員たちは軟禁状態に置かれました。昭和20年5月、大貫さんが他の突入しなかった隊員と共に福岡に連れ戻されます。そして入れられたのが新部寮でした。大貫さんたちを待ち受けていたのは厳しい仕打ちでした。寮にはすでに20人ほどの隊員が収容されており、毎日倉沢参謀から生きて帰ってきたことを激しく責められていました。朝飯我々が食った時に来るわけですよ。お前らね、軍人のクズがさ、よく飯食えるなと。お前たち命が惜しくてね、帰ってきての、そんなに死ぬの嫌だと、嫌だと、卑怯者だと、死んだ連中にね、申し訳ないと思わないかとか、そういうことを毎日言うわけですよね。お前ら人間のクズだと。軍人のクズ以上に人間のクズだと。